と上からトッピングのような形で、あのパン粉をカリッとしたものを食感で与えたいなと思いますので、これはパスタのソースと絡んで美味しく召し上がっていただけるかなと思いますので、本日は京都の木津川市から来ましたリストランテ中本の中本と申します。よろしくお願いします。本日はですね、パスタをキタルラを使ってやろうと思います。うちのレストラン、あの完全お任せ製の、レストランになりますけど、キタルラよく自家製は使いますけども、今回は乾麺の美味しいパスタがあるのでこちらを使っていきます。本日はですね、キノコを使ってアンチョビベースの、オイル系のパスタをご用意しようかなと思います。まず最後にね、パスタを作り終わった後、盛り付けた後、上からトッピングのような形で、あのパン粉をカリッとしたものを食感で与えたいなと思いますので、まずはそちらから、そしたらパン粉を作っていきますね。フランスパンとかでも全然問題ないので、こちらをですねちょっと手でちぎりながら大きめな形に、さっとフライパンで香ばしく炒めた後、パスタのトッピングにしていきますので、もちろん細かいパン粉を使ってもいいんですけども、それよりももう少し食感を持たせたいなと思うので、はい、だいたいこれくらいの量になったら、こちらをですねオイルも引かずにフライパンでから炒りしていきます。ちょっと水パン自体の水分を飛ばしてあげるっていう意味合いでパリッとするまで、中火ぐらいでですね焦げないように、ずっとそのままに置いておくとすぐ焦げちゃうので、鍋を揺すりながら、まあ、クルトンを作るような要領ですね。カリッとなり始めたら焦げるのは早くなってくるので、ちょっと気をつけながら火加減など、その鍋から出る煙の量とかを見ながら、カリッとなれば OK ですね。はい、OK です。じゃあこれはこちらに取り置いておきましょう。まずニンニクですね、一つで大丈夫です。包丁で潰して、これでもう潰れてるので簡単に芽は取れると思うので、芽だけを取り出します。これも後ほどね、ニンニクも潰してソースにしちゃうので、ちょっと芽は余計なので取っときますね。こちらも大丈夫ですね。はい、鷹の爪は辛いので種だけ取り出して、今回はちょっと大きいのでこれくらいにしておきましょう。こちらをフライパンに、入れます。そこにオリーブオイルで、これで、ごくごく弱火でゆっくりと香りを出してあげるという作業をしていきます。はい、次はパスタ茹でていきます。1%、1.5% ぐらいの塩をしたパスタを湯がく湯ですね、しっかりと沸いているところに、はい、入れます。で、コトコトぐらいに火を落としていきますね。はい、このまま茹で時間、だいたいこのパスタですと、10分、11分ぐらいと表記があったので、だいたい8分ぐらいから、あの自分の好きな硬さを見極め始めたいと思います。はい、いきましょう。ニンニクは弱火でふつふつとなるような形で香りを移すイメージですね。はい、その間にキノコ切ります。今回はですね、アワビタケ、しめじと、あとは大黒しめじですね、こちらご用意してます。キノコはパスタに絡みやすいように
大きさに切っていきます。石突きを取り外して、これはこのままでいいかな。手でほぐしてあげると、はい、こちらの石突きを外して手でほぐしましょう。でちょっと大きかったらちょっと手でキノコ裂いてあげて、はい、1人前用意します。時々、フライパンを斜めにして全部が浸かるようにしてあげて火を入れていきます。はい、少しニンニクの香りがいい匂いがして周りが少しですね色づいてきたら、一緒に炒めていくのでこの辺りでいいと思います。中火にしてあげてキノコを入れていきましょう。炒めていきます。でここで少し塩ですね。後でアンチョビが入るのでここでは軽く下味程度で大丈夫です。でキノコをしっかりと炒めてあげて、そしたらキノコがしんなりとしてきたら、ここで少しだけオイル足しますね。でこの足したオイルのところにアンチョビを半分で、アンチョビを今度は炒めるようなイメージで、あとはキノコと合わせます。キノコにある程度いい色がついたらですね、アンチョビも炒めて、じゃあここに、白ワインを、もし白ワイン入れる際、これ IH だから大丈夫ですけども、ガス火の場合は一旦火を切って白ワインを入れてください。鍋がすごく熱くてそこに液体が入るとボワッとなるんで火が入らないようにね、また火をつけて少し煮詰めてあげてください。で少し白ワインが液体が飛んだら、ここにですね、アサリだしですね入れていきます。で少しこういう感じに沸騰してねっとりとしたソースになった段階でもう火は切っておいてください。でこれでソースは完成で、あとの微調整はパスタが湯がき上がって混ぜるときにしていきますので、ヤホさんあと30秒ぐらいでパスタが茹で上がるのでソースを少し温めて、はい、パスタ茹で上がったのでいきます。湯をしっかり切ってソースもしっかりと温かい状態ですね。パスタを投入します。はい、そうしたら始めます。で少しこのように液体があるような感じだと火を強めにしてソースと液体のバランスを、パスタのバランスですね、あまりにも少しソースが多めのびちゃびちゃになるとこうバチバチになってきたらもう火は止めていただいて結構ですね。もういい感じですね。あとは味見をして、塩と美味しい味になったら最後にオイルひと回しで和えましょう。もうこの時点で火は切っておいて全然問題ないので、はい、はい、盛り付けていきます。キノコたっぷりと用意してたので全て持っていきます。
そうしましたら先ほどの、パン粉ですね。このパン粉がパスタのソースと絡んで美味しく召し上がっていただけるかなと思いますので、はい、そうですね、きのこ自体がぬめっとしててソースもオイリーっぽいオイルの、ソースになるので、そこにカリッとした食感が入るとよりパスタとしての奥行きが広がるのかなと思いますね。もう本当に道具もなく簡単に作れるパスタですけど、少しそういう食感を加えてあげることによって美味しさがまた広がっていくのかなとは思います。ありがとうございます。